水野美紀のシネマライフ。こんにちは。こんにちは。流行ってますね。シネマライフの YouTube もこれ、はい、あれらしいですよ。ついに今年最後の、2022年最後のこの配信動画の収録です、これ。今年一回もバズることなく目標として掲げたんですけどね。粛々と終わっていきますね、うん。でもあれですよ、コメントが増えてますから。この間のやっぱり稽古場での動画がね。そうですよ、やっぱね、イケメンさんのお力を借りましてそんなことないですよ。プロペラ犬の ね、稽古場で楽しい、ビリビリトークをやらせていただいて、ビリビリトーク面白かったですね。なかなかやっぱ英語縛りがあんなに、ね、あんなに厳しいとはね。やっぱ普通には話させてくれないんですよ、ここの D はね。そうなんですよ、こんなに英語言ってんだなっていうね日常会話でね、日常会話で無意識にがんじがらめで何にも喋れなかったみんななんか本当に片言になってもね、みんなどんが普段流暢に喋るのにもうずっとこんな感じで大丈夫かな俺みたいな感じで喋ってましたけど、ね、ただですね、その時にですね、そのミキさんに対するですね、うん、まあそのミキさんの演出あるあるとか、あ、そうそう言ってましたね。普段面と向かって言えないけども、うん、あの聞いてみたいこととかっていうのを実は出演してもらった役者さん以外にアンケート取ってたんですよ、うん、あ、そうなんだ。なのでそこでまあ何個かあの来てますんで、あの時は、はい、あの時に本当発表するはずだったんですけども、できなかったからちょっとここでね、はい、発表させてもらおうかと思うんですけども、イリティアンナさんからの、あら、アンナちゃん、あの振り付けのね、ダンスの振り付けもやられてて、はい、と出演してくれたイリティアンナちゃん、これでもね、これ結構普通にいい質問なんですけども、今稽古してる中で、うん、本当に皆さんそれぞれの役がその人にぴったりで、うん、魅力的で、普段から人の本質みたいなものをすごくよく見られてるんだろうなと感動しておりますと、人のこんなところをよく見てるとかみたいなのがあったら聞いてみたいです。普段の人を見てて。へえ。で今のさ中に1個も英語なかったよね。あ、本当だ。言えばよかった。普通に言えるんだよこれは。そうなんですよね。でも答える時とかに絶対そうなんだよね言っちゃってますから多分。感覚なんだよな、なんか当て書きしようと思って一緒にね、お芝居作る役者さんたちはもう多分そんな知り合いでもない人、うん、普段喋ったこともないけど勝手にこっちで見ててこういう役が合いそうだなっていうところで書かしてもらうんですけどね。だからその感覚的な感じの当て書きが、うん、結果芝居をやっていくと、うん、結構まあ稽古も稽古期間も長いからいろいろ人と話すじゃないですか、うん、あ、この人のそういう本質というかこういう性格とかを言い当ててるなみたいなキャスティングに結果になっているのがすごいということが、まあ、うん、イーティさんからの質問ですけどもね。ありがたい。でも役者さんの力もあると思いますよ。じゃあ私その役に、うんうん、ちゃんとはめていくっていうね、あ、書いたも逆に私が書いたものにはめてくれるっていう役者さんの力もあると思うけど、そう、普段の感じとかをちょっとすくい上げてね入れられるとより面白くはなるから、なんか鳥越くんとはあのビジュアル撮影の時に始めます。あ、はい、その現場で鳥越くんと宮下くんがすごい仲良さそうにわちゃわちゃやってるの見て、あ、その時にこの二人ペアで、あ、その時に生まれたんですか、面白いなと思ったとか ね、空本くんとかはすごい体がさ華奢でさ、はいはいはい、可愛らしい感じじゃん、うん、だからなんかねパッて浮かんだの、こう女の子の衣装を着て出てくるのがなんかイメージがパッて浮かんで、お会いした時にね、うん、でだけど別にそういうあの中身が女の子の役ではなくて、うん、普通にがっつりちょっと男らしいシーンをやってほしいな、うん、やってましたね、うんうん、と思ったりとかね。そう、まあまあ舞台を見ていただいた方は分かると思うんですけど、うん、貞本風磨君がですね、はい、劇中でちょっとねあの女の子の格好をするシーンも、そうそうそう、まあ、あのコミカルな女装をするってことじゃなくて、ね、じゃなくてちょっといろいろこうあの心理描写があってね、うん、あのシーンすごいよね。すごいですね、貞本君の、うん、あの爆発力すごい、いい意味で日々違いますからね、うん、本当にもうその時にライブに生きてるっていうね。そうだね、いい芝居を若いのにするなと思いながらも、若いのにすごいよね、はあ、それを僕はお餅の格好して見てましたお餅がね子供たち人気よDVD も出るみたいなんで、作品の、はい、まあ、ぜひ見て、この会話の内容がね、より分かると思いますんで、はい、ね、みんなもう本当に役にハマっててね、アンナちゃんもそうだ、振付師でありながら
お芝居も素敵じゃん。そうですね、女優さんとしてもちゃんと出演されてますし、ね、劇中もご自身もダンス踊りますから、ええ、もう素晴らしい感じですよ。それがもう何回でも見たくなるよね、みなちゃんの踊りってかっこいいんですよ。綺麗でセクシーで、ね、かっこいいし、そうそう、綺麗なだけじゃないんだよね、なんかさ、うん、こうさノイズがあるのが、ね、そこがかっこいい、引っかかりがあるっていうか、なんか何とも言えない中毒性があるんだよな。ぜひぜひDVD ブルーレイ、ちょっと DVD の宣伝になっちゃって、質問に答える。でもう一個来てるんです、もう一個、はい、もう一個はですね、江藤芽衣ちゃん、はいはい、これ普段面と向かって言えないけど聞いてみたいって質問なんですけども、うん、ドラマの撮影でご一緒させていただいた時にですね、うん、待ち時間が長いタイミングがあったんです、うんうん、その時に美紀さんに待ち時間って普段何してるんですかって聞きに行ったら、うん、副業だよって言われたの、先生なんだけど副業って何なんだろうって前藤芽衣ちゃんも多分その副業だよって言ってるやつが今思えば、うん、その僕だけが正常な世界の脚本を書いてらっしゃった時間なのかなっていうふうにはご本人は思ってるみたいですけどね。そうなんですね、はい、株めちゃくちゃ生々しい話何なんすか株の動きを見てる江藤芽衣ちゃんの夢を壊さないでください。芽衣ちゃん見ない方がいい、これ芽衣ちゃん見られないようにしよう。芽衣ちゃんもね、初舞台堂々としたもん。いやーすごいですね、度胸が満点と言いましょうか。芝居もさ、しっかりしてるしね、ちょっとびっくりしちゃったぐらいで、ちゃんと終盤とかなんか笑いも取ってますし、笑い取っちゃうんだよ、取っちゃうんすよ。すごくない、すごくないですよ、若いのに ねでもあれですよ、1年前、うん、普通にアルバイトぐらいしてたぐらいの感じだったらしいですよ、うん、地元で。それがもう今年に入って、うん、ドラマのヒロインやって、うん、で美紀さんの舞台であんな重要なポジションやって、すごいっすね、人生ってね。どんな感じなんだ、良くも悪くもさ、本当に何が起こるか分かんないギャンブルみたいなねもんだなって年重ねるごとに思いますよ、あ人生ね。で持ってるなと思ったのが、うん、あの美紀さんがですね、稽古中になんかすごい高い美容品っていうんですかね、女性の人たちがあーっていう、ロート製薬さんからねいただいた、うん、あの化粧水、乳液、うん、オイルのセット、セットこれをちょっとね、うん、みんなにプレゼントしようと思うんだけど、普通にあげても面白くないから、ちょっとじゃんけんで勝った人にあげるわってね、じゃんけん、総取りじゃんけんをしたんですよね。そしたらもう結構な10人ぐらいいたのかな、うん、スタッフさんも合わせてみんなでじゃんけんして一発で江藤芽衣ちゃんが勝ちましたからね。一人勝ちしたんだよね。一人ですよ、順番で勝つんじゃなくて一発でしたよね。一発でこの人はさすが持ってますね、持ってさすが1600人の中から選ばれた女優さんだなっていうのは、うん、あれを見て、なんだろうな、僕はなんだか切ない気持ちになりました。持ってる人持ってんだなと思いながら、なんだろうね、ね、本当にあとまああれですよね、思い出されるのは楽屋での鳥越ゆうきくんとみきさんの騙し合い、騙し合いというのかな、あれは面白かったですね。なんかあったっけ、騙し合い。ですね、鳥越ゆうきくんがみきさんはとにかくびっくりさせたいんですよ、やんちゃないたずら坊やなんで。ああそうだね。それで美紀さんの昔の写真集をこっそり買って、あれもどっから見つけたんだかね、うん、でそれを楽屋の鏡前にしれーっと置いてるんですよね。で美紀さんがみんなにまあなんつうのダメ出しで、ね、今日こうしようかっていうのを、うん、まあ、楽屋に回ってもらえるんですけど、来た時に、うん、じゃあ鳥越くんさーっつったら、いきなり自分の写真集がぐらーっここで、なんでこんな置いてんだってなって、そしたら鳥越くんがちょっと、じゃあミキさんちょっとサイン書いてくださいよっつって、だから分かったって言って、ミキさんもあサイン普通に書くんだと思ったら、ちょっと向こうで書いてくるって書いて戻ってきたら、ミキさんの自分の写真集の顔に全部パンダの絵とか書いて、全然水野ミキって分からない状態の写真集で帰ってきて、鳥越くんまたやーってなってるっていうね。もうあれで転売できないよ絶対に転売できない状態にしてやったぜまあそういうこともね楽屋でガスガスじゃないから喉が大丈夫大丈夫です、喉が絡んだだけなんですけど、よ
かったです。ということでございますよ。そういうこともありますけども。はい、ありがとう。皆さんね、ちゃんとこのアンケート答えていただいて。ディレクターがそろそろ、はい、そろそろ、年内最後だからあれやるしかないんだよって言ってます。まだなんか何を？しりとり。しりとり。しりとりをやろうと。はい。だ去年のね、年末にとって今年の年始に配信した、うん、あのしりとりがものすごいひどいクオリティだったってなったじゃないですか。ひどかった。であれから1年経って、はい、リベンジの場を与えようじゃないか2人にってい うわなんで、はい、今からやります。何にもそこのスキル磨けてないけどいけるかな。3文字縛りで、はい、あの3文字ねいやこれ何回もやってればちょっとずつはね、そうですよ、していくかもしれないから1年のね、たった成長のね、うん、証を見せたいです、こっちは。どっちからいく？いやー、ミキさんから。私からで3文字の縛りで別に、うん、あとは何もないですからね、うん、何言ってもいいんですよ、オッケー。しりとりだったらお願いします。簡単リラックスしてやれば大丈夫。そうです、うん、行きましょう。せーの、お餅。力、もうちょっとお餅でもいっぱい考えちゃうじゃないですか。なんでもういっぱいあるでしょ、血は。力ってセーフですか。セーフ。力全然セーフだよ、大丈夫。あ、力セーフなんですね。ズルです。あ、今ズルだって。一個イエローカードで、ほら、でもね、イエローカードぐらい絞りましたよ。レッドカードじゃないんですけど大丈夫。だからもう そのどうしよう、でも出てこなくなるじゃない。ですね。自分を信じて。行こう、行くよ。はい。じゃあもう一回私からいきます。はい。せーの。お餅。力。ライト。トンボ。ぼっち。チフス。スミレ。レモン、あ、もうじゃあちょっと待って、まあ僕のすごい、今もうラリー続いたのに。僕のね、レモンはダメなのはもう重々承知です。その前、ぼっちはどうなんですか。ぼっちギリでしょ。ぼっちギリですか。もうギリっすね。そのぐらいのギリありにしていかないと続かないんだから。俺その後チフスってあの昭和初期の難病流行り病のこと言ってすごいの出てきたねこれ負けちゃったけども1回勝負でしたか。一発です。あー、すいません。じゃあ罰ゲーム。でもチフモノマネやってからもう1回やっても大丈夫。あ、もうそんな辛いことはじゃあ、終わりましたよ。いや、どうしよう。2022年最後は僕のモノマネで締めましょう。誰のモノマネがいいかな。じゃあ、あれでいこう。得意なやつでいこう。得意なやつ、得意なものがありましたか。プロレスラーの稽古場でやってたやつ。どれですか。プロレスラーが、はい、もう瀕死の状態で最後カウントされるんだけど、はい、ロープでギリギリ、うんギリギリセーフになる。あれ行きましょう。あれ行きますか。うん、瀕死のレスラーです。もうやられるだろう。もうほとんど失神状態です。ほとんど失神してるんだよね。ね、失神してるんです、うん、それでホールされてワンツースリーやってやられたら負けなんですけども、そこを必死に、ロープで逃げるあのベテランレスラーです。じゃあカウントだけを。はい、行きます。ああもうほとんど、これでセーフなんです。どうでしょうか。伝わりましたでしょうか。これはベテランの外国人レスラーがやるあの楽な逃げ方ですね。ジャイアント馬場さんだけ僕やってたんですけども、稽古場でトリゴロ君が大好きなやつなんですけど、すいません、2022年の最後の動画これで締めていいんですか。はい、いいと思います。今年1年ありがとうございました。見ていただいた方本当にありがとうございました。まだバズる夢は捨てておりません。捨てておりません。はい、ね、何があるか分かんないからね。そうですね。皆さんも良いお年を。良いお年を。来年もよろしくお願いします。やってほしい企画、質問などコメントお待ちしています。やれることは何でもやります。だそうです俺一人